はい、今日は見せたい店主の幸子ちゃんですね。はい、じゃあ店主どうぞ。はい、アラベスクさんの一目刺しサンプラーですね、はい。が差し終わりました。いよいよはい終わったと。はい、これでどうぞ。はい、あ、こうですね、大きいから入らないんですけど、まあ、ちょっとゆっくり見ましょうか。35からこれ今ここね、この名前があるとこから下からね、綺麗ですね。はい、なんじかゃあこう喋っていって。下の方を最後にしたんだけど、この辺がすごい大変なのがいっぱいあって、大変そうだもん、ほらもうこのそう辺と後か半がちょっと大変でした。すごいね、これも。この麻の葉とかも結構大変だと麻の葉も結構大変。ほら、もうなんかもう、麻の葉ですかって感じ。もうな、すごいね、これ。麻の葉だけど、すごい。使はっい。た糸はがい。この細かいところはオリンパスの細い、刺し子糸の細端っこ糸の細。の赤はい。で、これはね、ここは多分だるまの、あ、違うんだ。だるまの合い太の赤。そしてそして。こっちはだるまの細糸だと思う。そんな言われましてもって感じだけど、まあ変わってるんですね、ちょっとこの。だるまの赤の細糸と合い太とオリンパスの細を使ってこまのす。ぐらいの密度のやつは合い太でいってるってことですね。そう、でも合い太じゃなくてもよかったかなと。お、いや、いいんじゃないですか。いいですか？はっきりして。で、だからこっちとこっちで糸が違うってことね。まあ確かに見た感じちょっと違いますよね。こっち太いけど、こっちちょっと気持ち細い。わかるかな？わかりますよね。ここちょっと太いけど、ちょっと気持ち細いですよね。そうこそう。の、これが、だるまの太の合い太細。と細。です。もっと細かい、で、ここもう一の個は、オリンパスのの細い。細。これ3も種類。3種類使ってお。ます。ちょっとだから、だるまの赤とオリンパスの赤が色が微妙に違うんですよもうね。大丈夫、赤。大丈夫。もう赤だから大丈夫。そんなもうわかん、まあ、こだわる人はまあそうだけど、こだわりはないです。いやもう一緒に見えますよ、もうそんなもう赤だから。そうね。だからやっぱり前も多分これ言ったんですけど、はい。何？ちょっこの何ですか、ごめんなさい。と、何？この、だからこれがだるまの細、こっちはオリンパスの細。細かい、これ四角がきれいに出なかったんですよね。だるまの細だるかまのい、細だと、ここのほら、なんか四角がきれいじゃないでしょ。それも図案の問題じゃないの？じゃ図な案っくていうかて柄の問題じゃないの？この太さだときれいに四角くならなかった。ということは、オリンパスそのの細細ので、方が綺麗に出るってこと？そうそう、細い、その細かいのはオリンパスの細の方がいけるってこと？綺そう麗に。きれいに、こうこっちきれいやろう、こっちより四角が。だから柄の ちょっと思ったのが、オリンパスさんの赤の方が鮮やかな赤だね。ああ、ちょっとだそるうだまさね。んの方が浅く見える。ああ、そう見ね、え比ない？べちょっとるとね。ね。浅く見えて、だから鮮やかなんで、オリンパスさんが。だから、くっきりはっきり見えてるのかなって。こっちはちょっと浅いので、ちょっとぼやっと見えて、うまくさせてない感じがするだけじゃない。させてるよ、綺麗に。そう。 そう今の言い方ちょっと嬉しい。嬉しい。褒められた時のね、謙遜の圧相が出ましたね。いや、そんな気がするけどね。鮮やかさといえば、本当確かにこっちの方が鮮やかな感じで、がやっすぱる。35柄あるので、やっぱ刺したことない柄がいっぱいあっああ、ありて、まこしれとた。か、ちょっと待って、カメラ入ってない。ごめん。これね。これ麻の葉じゃないの。あ、違うんだ。アジサイ？アジサイっていうの。ああ、なんかアジサイアジサイね。刺したことなくて、これ、初こめれとかて。どうなの？もうそんなに、そんなに大変じゃない。だった気がします。思い出なかったね、今。いや、これとかって言うから。刺し方が分かったのがいっぱい、こう、どういうああ。刺し方だったのかっていう。そうね、35もあるとね、刺したことないのもあって。そうですで、ちゃんと刺し方のあれが書いてるの？その、サンプラーには、これはこう、紙が一応入ってて、刺そしれに方に刺し順も書いてるんで書いすてね。るけど、ああ、まあそうな基ん本です的ね。にはその刺したいように刺してくださいっていう。
あ、基本的にはね、うん、あ、なるほどね。こういうのとかもね、確かにあんまり刺したことなさそう。難しいなと思って、なんか綺麗にさせなかった気がする、うん、矢印が3つ並んでるようなね。一番失敗したのはこれですね。どれが失敗？これ失敗した。失敗した。そう、あ、そうそう、ここ刺してないです。ああ、ほんとね。あ、そういう失敗ね。いや、うん、これもね、糸を間違えたかなって思いました。うーん、難しいね、このなんか、うん、何この八角形みたいなですね、うん、難しいよね。すごいね。あ、ここに矢羽根さんとかもあるんですね。これ矢羽根でしょ。あ、そう、矢羽根っぽい ね、違うのかな。なんかくぐりじゃないけど、くぐりはなかった。あ、くぐりないんですか。さっきの紫陽花もくぐりじゃないんだ。くぐりじゃ、あ、紫陽花ってくぐったかな。ちょっとやめて。僕刺してないんだけど、紫陽花のここはくぐりのイメージがあるんですけど。そうかもしれない。ここの中をそうね、こう通したかな。いや、僕も刺したことないんですけど、紫陽花はくぐりのイメージがあったから言ったんですけど、これとかすごいね、これね、瓦みたいなね、もう瓦の模様みたいなね、なんかすごい。とこで、ね、今ちょっと一通り全部見せようと思ってるんですけど、こう、まあ、なんとなくでね、このなんかすごい、まあ、だん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 のやつもあるし、結構多分去年の10月ぐらいから、うん、ああ、去年10月ぐらいから始めてるので、おお、まあ、何ヶ月、じゃあまあ単純計算でずっと刺してたわけじゃないでしょうけど、8ヶ月、8ヶ月ぐらいはまあ刺すかかったということですね、うん、すごいね、もうお疲れ様でした。もういいね、じゃあね、一回刺すと、あ、いや、次この刺そうかな、また刺すと、これコーンを、コーンを刺すと、ああコンジ、あ、コンジの何で刺すの？糸は白ね。こんだったら白。あ、いや、こん。それをさ、ドーンって並べたら、うん、刺し子と小銀点で赤と白って並べたらいいかなと。ああ、でも8ヶ月かかりますよ。ちょ、今からだと、もう6月、7月入るから。ギリ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 。ああ、じゃあ今年の後半はそれを、で来年の1月ね、あるんでしょ？刺し子と小銀点が。だからそれに向けて、今度は紺地で白で、刺しそう。もういいってならんっちゃね。いやいや、こんだけ35柄も刺したらさ、もう、もう。いや、別な色でやりたいと思うよ。あ、ほんと。いや、もうちょっと、もう、このサンプラーどころじゃなくて、刺し子自体もうちょっとしばらくいいわってならんちゃ。ならない。ならないですね。はい。じゃあもう、あ、ちょっと裏面もちょっとだけ。あ、裏面もいいで、もう、あ、裏面こうなります。そうです、玉止め。やっぱね、そしたらもうなりますよ、こう。ね。いや、ほら、これ、こういうのを見せておくと、ああ、もうこんなんでいいんだって言う、そうですね、思うでしょ？バサバサです。そう、こんなんでいいんですよ。こうなります。もう対策になればなるほどなりますよ。まあね、あの、1枚だから、うん、もう玉止めするしかない、ね。ああ、そうね、うん。こうなります。ただ、ほら、表面もすごいから、綺麗だからね。ほら、こうなります。そんな店でいいよ。いやいや、これ、刺してる人も、あ、いいんだなって、店主さんも、こうなるんだなって、ね。じゃあ私もまだ途中だけど頑張ろうってなるでしょ、はい、途中の人が見た場合ね、で刺したことない人もあ、こんなんでいいんだと思って刺したくなるでしょ、ね、はい、じゃあ次は固定所コーンを1月を目標に頑張るそうです、はい、コーン地でね、で白でいくのかな、そう、はい、追加で頼んだので、あ、今ちょっとないんですけど、また届くと思います。また届いてる、じゃあ教えてください。はい、はい、じゃあ今日はワラビスクさんのサンプラーですね、35種類の柄があって店主全部刺しましたと、はい、ちょっと分かりにくいですけど、こういろんな柄を見せようかなと思ってね、多いね、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。